おはようございます。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。そもそもなんですけど、今年の中日って、去年と比べて戦力アップと思いますか、ダウンだと思いますかアップで。アップですよね。じゃあちょっとそれを野手ヘッドと編に分けて、ちょっと今日お伺いしていきたいと思うんですけど、まず野手、野手の方、今年の戦力アップっていうことなんですけど。まずはもう実績のある中田君が入ったっていうところですよね。うん、ただ、そこでビシエドが、 ね、ちょっと出れなくなってしまうかもしれない。まあ、競争によっては逆もあり得るかもしれないですけど、そこでビシエドの良さっていうのが消えるところもあるんですけど、その全部を加味した上で言っても、中田君のカニがアップになるんじゃないかっていう感じですね。石野さん、ガイも言ってましたけどね。まあ、なんか、本当監督の口から直接そういうのが出てたみたいでね。うん ガイアンもうあるかもみたいな話が。だからセンターいよう来たっすか、僕のカリステセンターを。いよ見てくれたかなやか、やってくれた。仮センターも, <laughs> もうビシエドレフトよりもセンターカリステもうこれはもう僕の肝入りですからね。肝入り。ショートで競わせるよりもセンターで競った方が面白いなと。そう、ずっとだからそれを自分で描いていって、うん、カリステがショートに入ってますって、1年間やっていきますって言ったときに、 ちょっとないんですよね。僕の中で。うん。うん、で、まあ、内野で言うと、まあ、サード石川隆也さん、高橋周平さん、高橋周平のセカンドとかっていうのも、なんかそのうちあったりしそうじゃないです。そうなんですけども、うどうするどうする迷ってあげくもうここまで二遊間を、 うん、数を揃えてきたら、うん、もうその中で決めてほしいですよね。そうですね。まあ、<う>新人の子に期待するっていうのは酷だと思いまね。酷です。まあ、どれぐらいやれるんだろうぐらいでね、期待をね、うん、していけばいいと思うんですけども。うん、うん、戦力的にアップしたけども。なんで、まずはそのファーストがまず働かなきゃいけない。うん、ただ、そのファーストでホームランを打てる選手が入ってきたことによって、その他で使うポジションの、 うん、使える選手がまた変わってきたりするわけですよ。ね、ここでホームランを別に打てない選手であれば、他でまたちょっとそれを補わないといけないから、打てる選手をってなってくるんだけども、うんうん、そこで打てる選手は一人ドンと入ってしまった。じゃあ、その前は守れる選手でいいから取っておこうかっていう考え方ができてくるので。うんうん、例えばで言うと、まあ、本当中田さんが呼ばん、ね、でドンってやってくれた場合、 レフトじゃあ細川くんとかってなったら、まあ逆にチャンスメーカーが欲しいになった大島さんに行こうかみたいなことが、うん、起こりうるっていう、うん、ね。今年なんかだからもう大島が特に輝ける年だと僕は思いますけどね。うんうんうん、スタメンの9人でトータル考えると、うん、大島選手がここに当てはめ、そういうふうに当てはめた方がいいっていうケースがあ。ありますよね。で、それだけ一番バッターが出るんであれば、うんまあ 2番は本当にそれこそ遅れればいいよ。おーってなると。で、3番に岡林くん。そういうことになってくるんで。岡林じゃないそうだから8番をもう打てないからちょっと守れるけど打てないから8番置いとこうかっていう、この8番の選手がいよいよ2番に来れるのが中田くんの効果ですよね。そういう効果だ。だったらセンター、三吉で2番なんてのありですよね。ありですよね。足が速い。うん。守備範囲が広い。体の力がありますよね。馬力がある。 うん、岡林選手とまた違った、ちょっと、割り気があってね、うん。あのぐらい、あの、アグレッシブな、もう先輩がよく言うセンターは、もうアグレッシブな選手を使いたい、ヒデ、うん、さんだったら言うんですけど、うん、それがもう、三好だったら、ハマるハマ、ね、りますね、僕の中でも。ブライト・ケンタ選手っていうのもいるんですけど、うん、まだまだちょっとね、多少何も、何も考えないっていう言い方は、ちょっと語弊はあるかもしれないけども、うん、もう、本当にもう、行くとこまで行っちゃえよ、 もう何も考えなくてお前のやりたいようにやれっていうのをセンターに置いたら面白いなってうんと、ねうん、に面白い。あいチームが動くというか、うん、躍動するっていうのはすごくイメージがだから今年の戦力アップをどのくらいアップするかっていうのは、うん、打順であり守備位置でありっていうのをそこをうまく兼ね合わせた時はものすごい戦力アップになると思います、うん、周平さんとかって今年 てかまあ毎年、去年だって頑張ってくださいよっていう感じだったんですけど、はい、どうですかチャンス僕は、あのー、高谷の、はいあのー、ことを考えても、競争させていいんじゃないかな、うん、本当にいい方も使って、うん、そういうふうに考えてるとは思いますけど、うん、そういうふうにした方が、お互いがお互いにやっぱり切磋琢磨して、ね、レベル、チームのレベルとしては絶対上がっていくはずなので。うん、どっちちが勝ち取れば そう、勝ち取って、うん、だから、石川選手が出ていくんであれば、勝ち取って出ていってほしい。うん、もうそういう年ですよね。ね、二軍でスタートする石川貴也選手は、うん、本当に最初、周平さんがずっと活躍したり、結果残しているのを横目で見ながら、どん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 レベルアップして、うん、それでな、それよりも、なおかつ石川の方がいいだろうっていうところをアピールしたら、そう,そうそうそう。サードのポジションっていうのは、より一層強みが増す。待ちますね。うんうん あの、キャンプの、そもそもその、振り分けもあったりするじゃないですか。あれって、どのぐらい、誰を決めてるんですか大体、だいたい1月5日にコーチングスタッフの時に、決めますよね。す1月15、15です14、15です。はい、の辺ね。例えば、どう思うんですかこう、二軍の方に、一かされた選手って、悔しいって思うもんな。まあうん、まずもって、秋の時点で怪我したり、体に不安がある人は、そういうのを踏まえると、まあ 2軍スタートでいいんじゃないか様子見ていいんじゃないかっていうところに決まるんでそのポイント1点で2軍っていうのは決まってるんですね,ですね力が加減がとかっていうんじゃなくてあとはベテランに対しても自分のペースで最初やれたらいいんじゃないかっていう大島選手とか2軍スタートいうのからキャンプの途中ぐらいに宿舎移動して1軍に呼んでっていうようなスタンスと2軍スタートですよね、うん、これ結構2軍のところに内野しっかりいるんですねこれは あれですよね。まあ、僕はもうその会議には入ってないから、僕がこのメンバーをこういう振り分けをするとするならば、もうあの今年新しく入った選手がやっぱり、ちょっと見てみたいっていうのもあるだろうから、まあ、周平はもうベテランにはなってきてるし、高谷龍クっていうのはもう一回下で2軍の方でえしっかり動いてやってくれっていうことだと思うんですよね。うんうん まあその監督の思惑というか、意向がその新人見たいからっていうふうで最初上に置くパターンもありますけども、新人からするとまあこの選手はもう最初から難しいよって言ったら、あんまりそのプレッシャーとかなんかこう、かからない二軍でいいよっていう人もいるし、そこのまあトップダウンでそういうね、意向が反映はされますけども、多分今回で言うと新人の動きが 一軍の監督含まえて、首脳陣が見たいということでしょう、ね、だと思いますけどね。うん、だから、誰、どういう、じゃあノック最初にやりますって言ったときに、内野をどういうふうに分けるのかな。中田君、中島君、ビシエドファーストでしょうん。セカンドに村松、福永。いや、これの流れでいくと山本君ですよ。ああ、そうか、そうか。で、サードがいないんで、石垣、福永。うんうん 置いてで、うん、ショートに津田辻元借り捨てで捨てノックはいくんじゃないかな、うん、あと外野手も一軍に結構カイさんも入ってあと三好さん入ってます多、ね、い,いねブライト三好ここ見たいですねうん。 ディカーソンっていう選手は右、あの、両方打てるよみたいな急な話。<laughs> そんな甘いもんなんですかと思ったんですけど、左で打って右でも打てるよみたいな。すごいな。ドミニカ人によくあるパターンとで一緒じゃないですか。ああすね、両方ね、チャンスもらいたいからって練習したりするみたいですけどただ初ホームランが左バッターなのに、右で打った森翔吾みたいな感じがそう、ありますからね。そういう選手いらっしゃいましたね。そう。 だからね、右で最,最初に初ホームラン打っち,ちゃって、ね。<laughs> <い>途中ぐらいから、お前、もともと右なんだから、右で練習したら、なーって言ったら、右でホームラン打っち,ちゃって。<笑><笑>えでも、その後も左で打って左左の、本当に素晴らしいバッティングしました。<laughs> あと、外野手がやっぱあ、違う、外国人がやっぱり当、うん、当たると。まあ、そこもこの、本当に一人当たってくれれば、もう、断然、断然来ますよ。 ただ、あの、昨年のことありますから。みんなちょっと、あの、警戒心が強すぎますね。めちゃ <laughs> 期待しなくなりますよね。めちゃくちゃ、<laughs> ちゃちゃ期待してないですよ。あの、秋の撮った時から、みんな期待をすごいして、うん、ちょっとね、ほんと4月まで来て、あ、外国人期待しちゃいけないんだなっていう、ちょっとすごい勉強したんで。うんうん、リカーソンのこと、ま、全くいいリカーソン、リカーソンかわ,、ね、かわいそうですよ。 いや、だからそのぐらいで思ってた方がもしかすると行くかもしれませんからね。そうです。あなたは何しに日本へみたいな状態ですか <laughs> <laughs> そう秋の。<ー>秋、<laughs> だってあれ、あの、秋、秋山さん、広島の秋山さんと、うんうん、もうレギュラー争いするぐらい秋の頑張ってたらしい、それっつっ、ねうん、秋のでしょ秋の。うん、秋の、残念だったな俺結構。秋のもね、全米大ヒットっていうね、そういう、もう、 な、歌文句で来ましたけども。あと1ヶ月使ってたらどうなんですかね。いや、だから一軍で使うのとやっぱ二軍で使うのって外国人に違,違いますからね。だから二軍にいるから、そんな態度ってよくあるんですよね。上がってきた時すっごい当たりのホームラン打ってたから、うん、来るかなって一瞬思ったんですけどね。いやー、でも俺は楽しみだったもんないやーいい、面白かったですけどね。うん あのー、あとはもう一軍にいる鵜飼さんも、今年頑張っていたただきたいという鵜飼、ブライトの2人が、やっぱどっちか、やっぱもう、しっかりと出てこないとですね、2>, うん、2年前のドラフトの選手ですよね、うん、この野手を2人いったっていう2人だから、うん、どっちかがやっぱ出てこないといけないなっていうところありますよね。守備力、やっぱりこう外野だと、ある程度やっぱ求められるところで、鵜飼選手はやっぱり、 レフトかライト、まあセンターはちょっとこう守備範囲の問題とか考えると、まあ対抗馬はその向井選手に対しては細川選手とかね、そういうところも買勝っていかないといけないから、うん、結構大変ではあると思いますよね、うん。どことどこがライバル関係にあるのかっていうのを見るのも面白いですよね。もう、キャンプなかもね、うん、対抗もね。うんうん バグ戦と3人外野はいけるって思われるかもしれませんが、よく振り分けていくと、うん、3箇所ある中でも、適正は大体この選手とこの選手、うん、この選手とこの選手ってこう、だいぶ分かれてきますからね。うん、なんで、ちょっとね、外野手も結構、あのー、うん、人はいっぱいいますから、候補が、うんうん、ここも争いが、 結構面白いってことですよね。そう。だから守備でも大体岡林選手と被らないところに自分だったらシートノックから入っていきますよね。自分だったらね。うん、なるほど。うん。そそうお前どこでもいいよって、例えばね、一軍にいたりしたら、俺は岡林がセンター行ったとか、岡林がライト行ったら、俺はもうじゃあ岡林のキッのションとかやめようとかっていうところはまず、うん、なります、ね。少し考えれる選手だと、そういう選択肢与えられたときは自分から動きますよね。ちなみに今年岡林さんって、 どこ守るんですかセンターじゃないですかセンターね、だから、ヒデさんが、じゃあ今年のこの、中軍のキャンプの外野手で、最初にシードノーカーやりますってなった時に、ヒ任せていいよなんて言われたら、任せていいよって言われたらどういうセンター、三吉。三吉。センター、ブライト。ブライト。で、ディカーソンちょっとわかんないんで、まあ、ライトに岡林。まあ、こう、上林。で、レフトに向井。 そう細川。っていうふうな、シートノックの陣地に、僕は持ってきますけどね。任せていいよって言われた場合です。でも、多分、センターから言うのは、まず岡林、ブライトで来るじゃないですか。はい。多分ね。はい。最初はね。うん。ライトに細川、岡林がセンターだったらね。細川、誰ですか、もう一人。ウッカ、あ、ウカイ・ディカーソンっていうところがレフトに来るんですね。で、上林君がライトに行くんだ。うん。 これでも荒井コーチもよくコーチ時代とかもねよく言ってたんだけど例えばこの選手を怪我したらどうするのって考えた場合岡林の代わりこう見渡すと誰がその役割埋める可能性あるかっていうと本当に三好とかがいてくれないと守れる走れるっていうところを期待してぐっと勘違いするようなところでもう持ち上げてくぐらいでもいざ 危機、ダメだってなった場合、やってくれるのは、うん、なかなかね、他、見当たらないんで。これね、最初にキャンプの時に、やっぱり僕も、やっぱり 2, 2人ぐらいは怪我する、3だね。全員ですよ。全員、この人が怪我したらどうしよう。この人が怪我したらこの人をここに持ってきて、ここに持ってきてっていうのをいろいろ考えるんですよ。ずっとそれを監督に聞いてたら、まあ、怪我すると思ってんのかって言われたことありますよね。いや、怪我するとは思ってないんですけど、うん どう、もしもその時に慌てないようにはどうしましょうかっていう話を、だから監督結構話したことがありますね。そういう時のことを考えても、やっぱり当てはまる選手って、ちょっとこう、詳しい方だとドラゴンズをね。怪我はね、あんまり良くないんだけどね、怪我してほしくないんだけども、うん、もしものことを考えて、やっぱり想定外があった時っていう時が一番チームがドーンとへこむ時ですから、うん、その辺は想定外がないようにやっぱりしていかないといけないですよね。